いきなりここに呼び出してなんなのさ。しかも伝達方法が破りっていつの時代だよ。最初は構想中の国の襲撃かと思ったわ。あんたら一体どういう生活してんだよ。外に出れば7人の敵がいるっていうじゃん。それ当てはまるのカムロ町だけだからな。早く本題に入れウプヌシ。実はですね、あなたたちにはまた、新たなしくじり起用シリーズを立ち上げてほしくて。いつもとどう違うの？今回はしくじり起用では扱いにくい、小さな起用や情報が少なかったり薄かったりする起用をピックアップします。私はもう解説役は嫌だぞ。なのでこのシリーズに関しては私が解説役を務めます。あと他に違う点は？お前らの顔を変えてます。あ、本当だ。顔を変えて喜ぶのってアンパンマンだけでしょ。うるさい。ちょっとでも差別化を図るための配慮なんだよ。それでもめんどくさい。なあ、付き合ってくれたら、後で好きなだけ小池屋のポテトチップスを買ってやる。それはまさかのリシオも、入ってるんですか？すべてを許そう。任されよう。お前らほんと安いな。今回はテルミクラブを紹介しようと思う。あのテレビで話題になったやつね。テレビやネットの両方でも話題になりましたからね。確か自力で海外から帰ってこいって抜かした会社だったよな。そこら辺も含めて解説しますね。1973年に爽やかツアーというブランド名で旅行商品を販売していた、アイトランスポートという会社がありました。その会社がテルミクラブ？いえ、アイトランスポートから独立したのがテルミクラブです。格安旅行会社ということぐらいしか聞いてないんだが、どんな会社なんだ？1998年にテルミクラブは分社独立したのですが、当時はまだ珍しかったインターネットを駆使してました。それで格安のパッケージツアーを若者向けに大量販売してました。疑問に思ったんだけど、販売ルートはわかるんだけど、どうやって調達してたの？いい質問です。あいつ絶対池上さんになりきってるな。当時、航空機は大型機がビュンビュン飛んでた時代でした。ジャンボジェットとかだよね。だけどこの時代不景気でジャンボなんてすっかすかだろ。ご存知の通り1997年に山一証券が経営破綻してますからね。まさに景気の底だな。それがテルミクラブとどんな関係があるの？当時の航空会社は余剰席を埋めるのに必死でした。そこで出てきたのがテルミクラブと、ザッツライト。なんかイラッとするな。テルミクラブだけじゃないのですが、格安旅行会社に安値で販売してました。これでテルミクラブは躍進するのかな？いえ、ある程度までは躍進しますが、業界に影響を与えるほどとかそんな話はありません。まあ、テルミクラブって中小規模だったんだろ？そうです。ここからテルミクラブの強みはすべて弱みへと変わっていきます。はや。まずは格安な航空チケットですが、だんだんと調達が困難になりました。なんで、景気が良くなったの？飛行機の小型化が進んだんだろ。マリサさん一部正解。中型機でも長距離運航が可能になったのと、小型機を飛ばした方が利益率が良いということが分かりましたからね。技術革新によるものか。その他は、もう一つはアライアンスが拡充されたことです。コードシェアか。何それ？航空会社がそれぞれの便名をつけて、共同で運航する形態です。運航は一つの会社で行われますが、販売は二つの会社で行われたりします。簡単に言うと、アナ便をアナと JAL が販売するみたいなこと？まあ、その2社はアライアンスが違いますが、例えとしては合ってますね。つまり柔軟に座席数を調整できるようになったということだな。その通りです。さらにお二人はご存知の通り、航空会社の経営は危機的状況でしたからね。JAL は潰れたもんね。今まで、余った座席を販売すれば、キックバックをもらっていたのですが、そんなの当然勝手だな。そりゃそうだ。話を戻しましょう。テルミクラブはこれらにより、格安チケットの調達が困難になりました。やばいじゃん。そしてもう一つの強みを覚えていますか？インターネットか？インターネットの世界は日進月歩、競合他社はもちろん、大手も扱うようになり、航空会社は販売手数料を抑えるために、直接販売も始めました。テルミクラブが必要ないじゃん。そういえば LCC なんかは直接販売のみだったよな。さらには円安や競合他社との激化により、外部環境はますます悪くなりました。どうすんのよ。ここでテルミクラブは大きく方針を変えます。こっから？テルミクラブは販売方法を大幅に変更しました。インターネット販売以外か、直接売るの？残念ながらテルミクラブには直接販売する店舗はあまり持ち合わせていませんでした。じゃあどこで売るのさ？テルミクラブは積極的に新聞広告を展開していきました。高齢者をターゲットにしたのか？
格安なチケットが、航空会社や宿泊先から直接購入できる時代に、若者はパッケージ型のツアーに魅力を感じませんでした。だから高齢者層を狙うために、新聞広告と、そして富裕層に狙いを定めると、高額なツアーの方が利益率いいもんね。そしてこの狙いはなんと、ごくり、大外れ。でしょうね。というか富裕層だったら JTB とか大手でツアー申し込むだろ。もともと格安売ってたところに、高額なパッケージ旅行を申し込まないだろうしね。今まで武器としていた格安が自分たちを苦しめました。ここからどう復活させるのさ。ここから映画のような一発逆転劇など起こることはありません。マジで？テルミクラブは結局格安路線を歩むしか道はありませんでした。その道はどこに続いているのやら、テルミクラブは売上至上主義に傾倒してきます。売上至上主義？とにかく売上を伸ばすことを優先するのか。2013年4月にはあら利益がマイナスになりました。それもうダメじゃん。どういうこと？売上より原価が上回っているってことです。つまり仕入れたチケットや宿泊費用が販売価格より上回っているってことだ。ボランティアじゃないか。というより寄付だな。まあ、集客ができなくて、結果原価割れだったんだと思いますが。どうしてこうなった？これが売上至上主義です。採算度外視で格安で販売します。しかも新聞広告もバシバシ売っていきます。大手新聞社に広告を売った結果、ある程度の信頼が生まれました。確かに大手の新聞に広告売ったとかあったらちょっと信頼しちゃうな。こうして採算割れが発生した結果、テルミクラブはあっという間に窮地に陥りました。その傾向はだんだんと表にも出てきました。例えば？広告の文字に現金一括入金キャンペーンなどの文字が出てくるようになりました。資金繰りがやばいですって言ってるようなものか。公表していた売上高、経常利益、当期利益などの数字を、2014年以降、売上高以外は非開示となりました。怪しさがにじみ出てきたね。2016年の春ぐらいから信用調査会社に、テルミクラブに対する信用の問い合わせが増えてきました。大丈夫なのか？信用調査会社は2017年3月より調査を開始しました。結構時間が経ってるな。その調査により様々なことがわかりました。それは何？信用調査会社は3月24日に本社、福岡、名古屋、大阪などの各拠点営業が停止していることを確認。きっと創立記念日なんだよ。本社の従業員は非常階段を使って出入りしてました。タバコ吸ってたんじゃないの？どんだけフォローするんだよ。さらに取材で、テルミクラブのツアー航空券の発券ができなくなったり、ツアーが中止されたりするなどのトラブルが発覚しました。きっとドッキリだよ。ツアー中止のドッキリってなんだよ。観光庁も26日に調査を開始。国も動き始めた。その結果、次の問題がわかりました。払ったはずのホテル代がホテルから請求されました。なあほな、もしかして払ってなかったのか？そしてテルミクラブは3月27日に自己破産を申請し倒産しました。いきなり、昨日まで動いていたにもかかわらず、突然の倒産で大混乱しました。今海外に行ってる人はどうするの？社長は記者会見で、自力で帰ってきてください。猿岩石か。ちなみに海外の渡航者は2500人。めちゃめちゃいるじゃん。ちなみにニちゃんで有名になった。帰国難易度が高いと言われたツアーがこちらです。サハラ砂漠なんてどない性中年電波少年の企画みたいだな。渡航中以外の人で予約していた人も当然強制キャンセルでお金は戻ってこず。いくらくらい払った人いるんだ？最高で364万円と言われております。それなりの新車が買える値段だな。この倒産により利用客以外にも被害者はいました。誰かいる？新卒内定者か。従業員数が130人ほどの会社で、内定を出したのが50人ほどでした。割合おかしくね？社会人を迎えるわずか5日前に、突然の内定取り消しです。若者の心をぽっきり折るスタイル。旅行会社は人気な就職先だからな。そしてさらに粉飾決算を行っていたことが発覚。じゃないと銀行から融資してもらえないだろ。ちなみに2011年と2012年は節税のためだと思いますが、利益を少なく見せる粉飾決算を実施。それ節税じゃなくて脱税だろ。何もかもが嘘やんけ。2016年の決算で売上高194億、営業利益 1.1 億、純利益4800万円としていたものを、実際はどれくらいなんだ？売上高117億、営業損失61億、純損失61億円です。飲食しすぎだろ。キャッシュがないのによくここまでごまかせたものだ。純資産は 4.6 億円としていたものが実際には、ごくり、債務超過143億円でした。はあ。
取引のある広告代理店は、社長は広告費の総額を把握してないんじゃないの？ずさんすぎる。この会社社長氏は31歳で社長に抜擢されて、ワンマン経営者として有名だったとのことです。なぜここまで大混乱にしたし、実は直前まで資金の目処はついていたっぽかったんですが、どうやらそれが流れたらしいです。それでもこんな赤字だったら再建できないだろ。実態はわかりませんが、数字を把握していないずさんな経営だったのか、あるいは、また外部環境が変わると粉飾をしていたが、引き返せないところまで来たのかもしれません。いずれにしても迷惑すぎる。被害者が広範囲だからな。ちなみに、役員報酬は債務超過後も毎年3300万円支払われております。それだろ。この反省で、国も業者に対して、毎年の決算申告書の提出を義務付けたり、旅行業の登録更新の際も、公認会計士などのチェックを受けた書類を、観光庁へ提出することを義務付けるなどを検討してます。前金なんてやめちゃえよ。それも完全には難しいだろう。一応、第一種旅行業者が海外応募型企画旅行については前金を 20% 以内で、かつ、出発日の60日前から前金を受け取るよう指針を出してますね。ちなみに被害額はいくらくらいなんだ？負債額は約151億円、被害件数は3万6千件、個人の債権は約99億円です。たけー。テルミクラブのグループ会社を含めると負債額は約217億円です。そんなに大きいのか。被害に遭わないようにするには、他社にはない現金割引などの文言があれば少し警戒すべきでしょうね。でも一般の人が警戒するのは難しいだろうな。まあ、ちょっとでも感度を高めるために、お金の流れというのを学んだ方がいいと思いますよ。とまとめてるけどなんでこの企業を取り扱ったの？リクエストが多かったのと、年明け早々同様な事件が起きましたからね。勉強がてら作りました。まあ好評ならもう少し続けようと思います。ぜひ皆様感想などを言っていただけると嬉しいです。面白ければチャンネル登録やフォローお願いします。高評価やマイリスも頼むぜ。しくじり企業や、こんな動画を作ってほしいなんかのリクエストがあればお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。